どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もプロスピエースやっていきたいと思います。はい、ゴールデンウィーク特別企画契約書祭りスペシャルのね、今日3日目、最終日やっていきたいと思います。はい、ここ強調するからね。で、まだね、1日目と2日目の動画をね、まだ見てないという方は、右上のね、なんだろう、アイマークのところからね、まあ多分カードが出てくると思うんで、そちらの方からね、まあこの動画が見終わった後にでもね、見てくれたらいいかなと思います。はい、では3日目やっていきましょう。いやー、ゴールデンウィーク特別企画とか言っときながら、もうゴールデンウィーク終わっちゃってるっていうね。はい、ってことでまずね、昨日同様にゴールドからいきましょう。5枚ね。まあね、ゴールデンウィークはね、意外とあっという間でしたよ、本当に。なんか最初の 1,2,3 くらいは結構充実してたんですけど、もう 4,5,6 あたりはね、ほんとダラダラしてましたよね。野球見ながら。そう、3枚目かな、どの上。さあ皆さんはね、ゴールデンウィークどっか行きましたかって聞きたいんですけどね。まあ僕はどこにも行きませんでしたよっていう感じですか。まあ野球見に行ったりはしましたかね。でも東京ドーム行きましたね。初めてじゃないか、小さい頃に1回行ったんですけど、ほんと10年ぶりくらいに東京ドーム見に行きましたね。まあ負けちゃったんですけどね。いやー、本当に負けちゃいましたよ。はい、って感じでゴールデンウィークじゃない、ゴールド契約書ね、パッパと引いていきましたけど、まあ残念ながら B ランクでしたね、全部。うん。あー、そうだ、S ランクまだゲットしないんだ。そう、今からね、S ランクを交換しに行きます。はい、こちらですね、スピメダル交換所。交換していきましょう。OK。はい、ということで S ランク契約書をゲットすることができたので、こちらを引いていきたいと思います。狙いはもちろん、山田哲と筒香ロペス、このあたりでしょうか。最終日、お願いします。この辺で哲と当てたいよ。今日もね、まあ、ベイスターズ対ヤクルト戦だったんですけど、打ってましたからね。さあ、確定した。お願い。山田哲と、マジで欲しい。さあ、くるくる回って、S ランク。さあ、誰だ。うわ、金子。いやー、当たらないな。ライトですよね、確か。そうですね。いやー、確かね、総力は A 行くんだよね、この選手。いやー、でもやっぱ違うんだよ。いやー、やっぱそう簡単に山田哲と当たんないか。いやー、欲しいんだけどな。ということで、選手名鑑で見ていきましょうか。はい、今日当たった S ランクはこちらですね。金子選手、西武の金子選手ですね。ライトの適性が D で、ミートが C、パワー D で総力が A ですね。まあ、総力はね、めちゃくちゃ速いんですけど、どうだろうな。まあ、総力だけで言ったらね、日ハムの、あの中島選手とかの方が足速いし、まあ、低難度だしなっていう感じなんで、まあ、ライトはね、昨日も当たった、昨日じゃないか、清田選手とかね、当たってるんでね、まあ、いろいろ持ってるんで、まあ、とりあえず育てるとは思うんですけど、まあ、リーグオーダーに入ってくるかと言われたら微妙なところですね。まあ、ということで最終日はね、S ランク、金子選手でした。はい、ということで3日間にわたって、ゴールデンウィーク特別企画、契約書祭りをね、まあ、やっていきましたけれども、まあね、3日間 S ランク、契約書引いたんですけど、残念ながら、まあ、残念ながらっていうか、まあ、山田哲人選手はね、まあ、当てることはできませんでしたね。いやー、そろそろマジで欲しいんだけどな。あ、でもこの後にね、ホームランダービーの、なんだっけ、スペシャルチャレンジみたいなやつで、なんか2周すると S ラン契約書もらえるんですけど、あれもね、多分そのうち動画出すと思うので、そこでまたね、山田哲人選手、狙ってね、まあ、引いていけたらいいなと思います。はい、ということで、3日間、見てくれた方、本当にありがとうございました。こんな感じで、ね、契約書引いたり、ガチャ動画出したりとかね、まあ、いろいろプロスピエースの動画中心に、投稿しているので、もしよければチャンネル登録と高評価などなど、よろしくお願いいたします。それでは次のプロスピエースまたは他の実況、などでお会いいたしましょう。じゃあね。バイバイ。